岡野診療院の岡野です、今回は慢性頭痛に針は費用対効果が優れているが、プラスボかもしれないということですね、慢性頭痛に針は費用対効果が優れているんですけれども、効果としてはプラスボかもしれないという、そういう研究についてお話します。2004年ですね、イギリスのイングランドとウェールズでの一般診療で行われた研究ですね。平行二群間ランダム化比較試験ですね。片頭痛を主にした慢性頭痛の患者401人が対象ということですね。会員は3ヶ月ごとに12回までの針治療を受ける群と、通常のケアを受けるコントロール群の2つにこうランダムに400人に割り付けて研究を行ったというところなんですけれども、まあ、結果としては、針治療群の方が効果が高かったということなんですね。どう評価効果が高かったかというと、針治療群の方が年間の頭痛日数に換算して22日その頭痛を感じる日が少なかったということと、あとは日常生活での健康の変化として改善が、針治療群の方が多く見られたというところと、あとは薬の服用数が、コントロール群と比べると 15% 減少しているというのと、あとは、一般のお医者さんに受診する回数が 25% コントロール群と比べると減少し、仕事とかを病欠で休む日数も 15% 減少したということですね。ですので、この研究の結論から言うと、針は、慢性頭痛には大変効果的なんじゃないかというところと、あとは費用対効果に関しても、この研究のコストですね、針治療群に関しては、403ポンドかかって、でコントロールが217ポンドというので、日本円、当時の日本円換算で針治療群の方は、8万円、通常のコントロール群の方は4万円ということで倍ぐらい、4万円ぐらい違うんですけれども、それによって、生存年、生活の質で調整された生存年というのはやっぱりこう針治療群の方が伸びてるわけなんですね。その伸びた分と比べると、まあ針治療をやった方がより生活の質が向上してやった方がいいんじゃないのという結果が、得られているという研究になってます。ですので、針治療いいじゃん、効果的じゃんというふうに思うかもしれないんですけれども、まあ臨床においては、そうなんですね、針治療だけで、効果を出すっていうことではないので、針治療以外の介入っていうのはたくさんあるんですよね。例えばこう、このお店の雰囲気がいいんでリラックスして受けられるっていう効果によって、症状の改善が見られるとかですね、感じのいい、施術者なのでその人に話を聞いてもらうだけでも、効果を感じるとかですかね。あとはここの、例えば、針治療院に来る前に、飲んだ頭痛薬が効いて、それも相まって針治療をしたらより、頭痛が楽になったとかですね、いろんな、要因が重なって、治療効果っていうのは、臨床の現場では起こってるわけなんですけれども、この研究で本来やるべきことっていうのは、この場合は、何もしてなかったコントロール群、通常の治療ですかね、通常の治療を行った群がコントロール群で、もう一個は針治療群で、本来であれば偽物の針を使った、偽針治療群っていうのを作らなきゃいけないんですね。で、そうするその3つを比較してみたときにどう変化し、どう違うのかと、つまり偽物の針のものと本物の偽あの針の群とを比べて、有意差があるのかどうかっていうのを見ないことにはですね、本当に針治療の効果でこういう結果が得られたのかっていうのはわからないわけなんですよ。なんでかっていうと、この研究の中にもやっぱプラセボ効果っていうのはどうしてもこう、他にもですね、プラセボ効果だけじゃなくていろんな、
介入が含まれていることが示唆されてますんで、ですんで、本当に針治療だけでこういう結果が得られたとは、言い切れないというところが、課題としては残る部分かなというふうには感じますかね。ただし、臨床の現場でこういう実際の針鍼灸院とかですね、そういうところで、片頭痛とか慢性頭痛で針治療を定期的に受けるっていうことに関しては、これと同じような効果っていうのは、期待できるかなというふうには思いますので、まあ頭痛が感じて針治療を受けていただくっていうのは、問題のあることではないかなというふうには思いますね。はい。じゃあ、今回は慢性頭痛に針は費用対効果が優れているがプラセボかもしれないという、イギリスの研究についてお話ししました。失礼します。